ったりもするっていう感じです。あともう一つ、エクスプレインという団体が最近立ち上がって、すごい役に立つウェブサイトと、あとはスラックのコミュニティが今600人ぐらい集まっていて、非常に、情報交流も盛んなので、今もし興味がある方は、Google で調べていただくと、すぐ出てくると思います。はい、まあ、実際の講演内容ですが、こんな感じでいこうと思っています。ちょっと簡単に、実際のスライドに入る前に、皆さん自己紹介していただいてもよろしいですか？僕してなかったか？じゃあ僕からいきます。農政産大学の材料工学科に在籍しています、今里と申します。研究は、なんだろう、エネルギー材料とかやってます。よろしくお願いします。じゃあ、篠原さん。あ、すいません。篠原はじめと申します。ケンブリッジ大学の物理学科で博士号を取得して、今はサイバーセキュリティやマネーロンダリングのコンサルとして働いています。で、研究をしていたのは量子物理学の物性の実験です。よろしくお願いします。じゃ、小松さんってお願いします。慶応の物理情報工学科出身で、今はアメリカのライス大学というところで電気コンピューター工学科にいる小松夏実と申します。今 PhD の3年目です。よろしくお願いします。じゃあ千葉君どうぞ。この間3月に慶応の科学科を卒業して、で8月からジョンズ・ホプキンスの大学院に進学予定のです。よろしくお願いします。します。じゃあ一応僕からはイントロはこんな感じなんで、じゃあ最初小松さんからシェアしてもらって、そのまま僕のやつをオーバーライトしていただいて、始めていただいて大丈夫です。では、オーバーライトする形で始めさせていただきます。よいしょ。これで出てきましたかね。はい。あ、なんかプレゼンターモードですよ。おっと。これでいかがでしょうか。プレゼンターモードではない。これでどうでしょはい、OK です。大丈夫ですか。ははい。い。お騒がせしましいた。やいや、ありがとうございます。テクニカルイシュが続きますね。はい。ご紹介ありがとうございます。ご紹介に預かった小松夏実と言います。まず、10分間ほどアメリカの大学院と、そのアメリカでの大学の生活について話させていただくんですけれども、まず簡単な自己紹介から始めさせていただければと思っています。私は長野県の松本市生まれで、中学の時に父の転勤の影響で埼玉に越してきていて、で、埼玉県の女子校に通っていました。この写真は、その時にボート部だったので、ボートを漕いでる写真です。で、慶応に入ってすぐ1年生の春に、授業の見学みたいな企画があると思うんですけど、私はその時に、これって先生の個人名出していいんですかね？まあいいと思うのいいでいいんですじか？ゃない伊藤浩平先生という先生が後の指導教官となる方だったんですけど、その方が物性科学だったか物性物理だったかの授業の見学用の授業をされていて、でそこで、留学のすすめというプレゼンテーションをされていたんですね。でそこのプレゼンテーションに私は大変感銘を受けまして、それがきっかけで漠然と留学を目指し始めていました。で、学部3年生の時に慶応大学の交換留学のシステムを使ってライス大学に1年間交換留学をし、そこで、まあ、学部の3年生だったんですけれども、現地の学校の研究室で研究活動をさせてもらえて、で
その時に研究って面白いなとか、PhD 課程面白そうだなと思って、そこから海外の大学を目指し始めました。で、余談なんですが、その後にカナダでも研究インターンシップを数ヶ月ですが経験したりしています。で、学部卒業した後に、そのまま、交換薬と、まあ、結果的に同じところになったんですけど、同じライス大学に PhD 課程として進んだという形です。で、今3年目で、ついこの前、マスターを取りました。はい。で、自己紹介はそんな感じで、よいしょ。はい。で、今回の説明会は、大学院の学位留学に特化した説明会だと思うんですけど、どういった種類があるのかっていうのを、まず簡単にお話ししたいと思います。そもそも学位留学って、交換留学とか短期留学とかと何が違うのかっていうと、交換留学とか短期留学って、例えば慶応だったら慶応にそのまま、席を置いたまま他の学校に数ヶ月間、もしくは1年行くという形だと思うんですけれども、学位留学に関しては、まあ、その学校に正規の学生として入って、で、さらに学士であったり、修士であったり、博士であったりといった学位を取るという形のものを学位留学と呼んでいます。で、大学院の留学に関しては、まあ、いろいろな種類があるんですが、主に分類できるなっていう図をここに示しています。学部を卒業してそのまま修士に行くもの、学部を卒業して修士に行って博士に行くもの、で、さらに、学部からそのまま博士課程に進めるものというのがあります。で、私はこの最後のタイプなんですが、なんでそういったことができるかっていうと、これが修士と博士の一体型のプログラムだからです。で、この一体型のプログラムに関しても、まあ、いくつか種類があって、修士は絶対取ってくださいねっていうのと、修士は取らなくてもいいよっていうのがあるという私の認識です。で、いかに私が思う、博士課程、特にアメリカの博士課程の特徴を述べさせていただいてるんですけれども、この特徴だとか制度っていったものは学校とか学科とか国によって大きく異なってきますので、あくまでこれからご紹介するものは、私が知ってる限りでの大学院の制度に基づいているということを ご了承ください。で、今こちらに3つ挙げさせていただいたんですけれども、まず大きく異なるなというか、私が日本の学部生だった時にびっくりしたのが経済的支援に関してです。アメリカの大学院で博士課程の学生であれば、基本的には授業料が免除され、さらに生活費が支給されることがほとんどです。で、どういった形で生活費が支給されるかっていうと、それをよくリサーチアシスタント RA とかティーチングアシスタント TA と呼んでいます。で、どういう仕組みかと言いますと、例えばティーチングアシスタントだったら授業を教える代わりに給料をいただく。で、それが生活費の支給である。で、リサーチアシスタントであれば研究活動に従事してその対価として給料をもらっているという形です。はい。で、所要年数も学科とか学校とかプログラムによって大きく異なってきます。これは先ほど今里さんからご紹介いただいたエクスプレインというサイトから引っ張ってきた数字なんですけれども、まあ、大体4年から8年っていうのが、まあ、いわゆる所要年数らしいです。で、こういった数字が、NSF というアメリカの科研費を出しているところみたいなものから公開されています。で、さらに日本であんまり聞かないなと思ったのは、このクオリファイングエグザムというものがほとんどの学科に存在していて、大抵1年生の終わりとか2年生の終わりに取らなきゃいけないテストみたいなものです。で、このテストに受からないと、というかテストで満足な結果を出せないと、クビになってしまうということがあります。ただ、このクオリファイングエグザムの合格率も、学科とか学校によって大きく異なっていて、私のプログラムなんかは合格率 99% とかだったりするので、そんなに怖いものではない場合もあるんですけど、そういったものがありますという話です。なので、このクオリファイングエグザムの有無とか、あと合格率とかは、もし今大学院を選んでる方がいらっしゃったら、その選ぶときのいい基準になるかもしれません。では具体的に PhD を取るまでにどういった過程を経て、どういったものをクリアしなければいけないのかっていうのをまとめているのはこのスライドです。で、
再度になりますが、恐れ入りますが、これは私の個人的な例なので、それをご了承ください。PhD プログラムに入って1年目、前学期、まず私何したかというと、1年目の前学期は研究をしているというよりも、主に授業をたくさん受けているイメージです。で、その授業を受けながら、どの研究室に所属しようかなということで、研究室探しをしました。で、その研究室の探しは、教授とか先輩に話を聞いたり、あとは研究見学をしたり、まあ、ミーティングに行ったり、まあ、日本の学部でやる研究室探しとほとんど似ているかなと思うんですけれども、まあ、一つ大事だったのは、その先生と話をするときに、今年あなたお金ありますか？今年あなた生徒取ってますか？っていうのが、必ず聞くポイントとしてあって、それはこちらユニークかなと思いました。で、私の場合は1年目の終わりにクオリファイングエグザムがあったので、1年目の後期はそれにの準備に費やしています。で、そのクオリファイングエグザムの内容が、これも本当に学科とかによって変わってくるんですけど、私の場合は、1学期まるまるある研究室である研究プロジェクトに、従事すること、で、それに基づいたペーパーを10ページ分書いて、さらに20分間プレゼンテーションすることというものでした。はい、でさっきもちょっと言った通り、合格率は 99% だったので無事通り、でその次にやってくるのが修士号の取得です。でいくつかクリアしなければいけない項目があって、私の学科の場合はそれは例えば授業を6科目以上取っていること、で成績がつくんですけど、その成績がオール C ではないこと、でさらに、修士論文であるマスターズテーゼスと審査会と言われているディフェンスをやりましょうね。なのでこれが私が先月やったことです。で次のこの PhD プロポーザルっていうのはない学校の方が最近は多いって聞くんですが、私の学校の場合は存在していて、何をしなければいけないかというと、まあ、マスターを取りました。じゃあ私はこれからこういう研究をします。なんでかというと、こういうモチベーションがあるからです。で具体的にはこういう実験をする予定ですっていうのを、まあ審査会みたいな形で行います。でその後に、まあ、あと4つくらい授業を取って、いろいろ研究結果が出てきて、博士論文とディフェンスを乗り越えれば、めでたく博士号が取得できるという仕組みになっております。はい。ちょっと時間を押しているので、これが最後のスライドなんですけれども、これも私が個人的に学部の時にとても気になっていたお金の話をぶっちゃけさせていただければと思ってます。現在私は指導教官から生活費の支給を RA、リサーチアシスタントという形でもらっています。で、それの額が、大体なんですが、月に3000ドルくらい。日本で言うと多分30万円くらいになるのかなと思います。で、こちらに、絶対毎月払わなければいけない必要最低限の生活費を、まあ大体なんですが書き出してみました。で、そうすると、まあ大体2000ドルくらい。で、まあ、無駄遣いもしますので、これよりも質は増えてしまうんですけれども、まあ、このスライドで何が言いたかったかというと、まあ、黒字ですと。つつましく生活をしていれば、1年に1回日本に帰るくらいの飛行機代を貯めることができますし、私の場合は車を買いたかったので、最初の1年間一生懸命お金を貯めて、1年目の、貯金で車を買いました。そのくらいできるくらい、生活費の支給はありますという話でした。はい、これで最後のスライドです。なので今里さんにお返ししたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと質問に入る前に、今チャットにも打ったんですけども、スライドの方から質問していただいてもいいですし、あと YouTube も復活したようなので、そちらから見ていただいても大丈夫です。まあ、次の話に行く前にちょっとこれに関した質問なんですけど、例えば篠原さん、イギリスだとどんな感じですか？お金の流れとしては同じような形でしょうか？まあ、似たような感じといえば似たような感じなんですけど、なんですかね、リサーチアシスタントとかの数がそんなに多くない気がします。ただそのでっかいファンドを持ってる先生が勝手にやっている状態。なるほど。じゃあ研究費による形で研究費によります。あとはそのフェローシップとかと研究費によりますかね。でもただ自分で払ってる人はあんまり見かけなかった気がします。
そうですね。僕のところも、まあ、自分で払っている人はゼロ、PhD に関しては100%お金が出ている形になっていて、おそらく、まあ、地域によって多少そのサラリーは変わってくると思うんですけど、僕も3000ドルぐらいかなと、まあ、シカゴに近くて、まあ、街、どっちかというと都会なので、それもあるかなと思います。大体それの額もアクセプトの時に、合格の時に、そのレターの中に入ってるんで、それはちゃんと確認した方がいいかなと思います。千葉君、そういうのもらった？もらいました。学校ごとに全部 TA でいくらあって、授業料支援いくら、まあ、授業料は大体全額だったんですけど、こまごま項目ごとに金額が書かれてました。なんか交渉できるとかいう話もあったりするけど、どうなんかな。交渉した人います？私は意図的じゃなく、なんでしょう、アンインテンションに交渉しちゃったケースが一つあって、オファーをいただいてから決意するのが大体4月の15日なんですけど、そこまでだいぶ期間があったんですね。で、それで、迷ってたので、迷ってますって大学に行って、ちょっと待ってくださいって言って、返事をしないでいたら、なんか、じゃあちょっと君にこのフェローシップをあげようとか、このフェローシップもあげるよとか、だんだん上積みされたという経験はあります。なるほど。まあアメリカのありがちなところとして、押すと意外と出てくるっていうのがあるんで、まあ、例えば2つね、受かったりしたら、もう1つこのぐらいなんですけど、どうですかねみたいな話をすると、まあ、僕はやんなかったですけど、まあ、やっても例えば、いや、無理って言われる時もあるし、まあ、例えばちょっと上げてくる時とかもあるかもしれないんで、まあ、その給料に限らず、例えば合否のところとかも自分でいろいろ聞いてみるのがいいかなって僕は印象として思ってます。こんな感じですかね。なんか聞いておきたいとこある？私が篠原さんにお伺いしたかったんですけど、これ本当に私の経験に基づいた年数とか仕組みなんですけど、イギリスだと修士と博士の一体型はないって噂をあ、聞いそうたでこす。とがあるんですが。これ、なんですかね。もしかしたら大学にもよるんですけど、学部が3年なんですよ。で、修士が1年なんです。で、博士が、3年で卒業してできるって言われてるんですけど、3年で一応理論上卒業できるっていう状態で、だいたい4年ぐらいで、4年で卒業するのが半分ぐらい。で、あと無制限に伸びるっていうのがあるんで。まあ、大体それぐらいですよね。あとは、教員の方針とかいろいろあるんですけど、まあ大体、まあそうですね。4年ぐらいですかねっていう感じです。ってことは逆に、もしイギリスの博士課程に進みたいとしたら、マスターを持ってなきゃいけないってことですそう、か？マスター持ってないとダメです。なる確ほか。ど、なるほど。いや、なんか大学、本当にこれも大学によるのかもしれないんですけど、出願の条件のところに、なんだっけな、確か日本語で修士って書いて、英語で、ローマ字で、修修士士ことって書いてあった。マスター、SYU って修士を持っていることって書いてあった。まあ、アメリカとヨーロッパ多分違うと思うんですけど、ヨーロッパどっちかって言うとやっぱ日本に近くて、修士と博士が分かれてるイメージなのかなっていうのがあるんで、その辺はちゃんと調べてみてください。逆にだから、ヨーロッパの博士課程はどっちかっていうと研究だけで、アメリカの PhD は修士と博士合体してるんで、多分授業もしっかりやらされるし、だそれがいいかどうか、いいか悪いかは個人によるかなっていう感じかな。多分、基礎からやりたい人はアメリカの方がいいかもしれないけど、まあ、研究も、俺はもう基礎完璧、まあ、完璧っていうか、まあ、やりながら学ぶタイプだぜっていう人は、ヨーロッパに行っちゃった方がいいのかもしれないっていうところかな。で、なんかあと、昨日の全体説明会を見てたら、カナダもイギリスに近い仕組みみたいでした。ですよね。そうだ修ね。士と博士は完全に分かれてて、で、なんか修士でも RA が出るみたいな話をされてたので、もそうしだね。カナダに興味ある方は、昨日の YouTube 全体説明会見ていただくといいかもしれない。あと付け加えるの忘れてたんですけど、この修士博士一体型で、修士を取らなきゃいけないっていうケースでも、それが私の学科なんですけど、もし他の学校で修士を取ってて、で、その修士の内容が今やってることに近いものであれば、修士の振り替えっていうのが制度的にはできるようになってます。
っていうのを付け加えたかったってだけです。はい。まあだから日本の大学院だと、まあ学信取れるかどうかっていうところでお金出るか出ないかになるけど、まあ他に国に広げるともう修士でお金出るとこもあるし、博士行ったら出るとこもあるし、まあ修士からいっぱい出るとこもあるしっていうので、いろいろ選択肢があるってことで、まあ見てみるのもいいかなっていう感じだと思います。で、まあ一応僕たちみん、3人はアメリカなので、アメリカが主体になっちゃうと思うんですけど、まあ次はじゃあ千葉くんのとこに話に移っていいかな。はい、じゃあ、千葉くんに出願に関するところをカバーしていただいて、じゃあシェアストップしました。あ、一応あの YouTube も復活したようなんで、チェックできる方はチェックしてみてください。これで見えてますか、ね、はい、大丈夫です。お願いします。じゃあ、僕からは出願の方について話をしたいと思います。まあ、まず簡単に自己紹介です。千葉達也と申します。慶応は学科で、学部1年生から3年生の途中まで、あのイアステっていうあの理系海外インターンを支援して団体があって、そこで学生ボランティアしてました。あのインターンの方に興味がある人はこっちで検索してみるのもありかもしれません。で、学部3年の夏から4年の前半まで、あのライス大学に交換留学をしていまして、でその時にあの現地の研究室に、まあ、1学期間だけだったんですけど所属して、まあ、院生とかと関わっていくうちに、あのアメリカの大学院を目指すようになりました。あのこの時期にちょうど小松さんがあの大学院生としている時期でした。で、帰国してから、卒業研究やりつつ、まあ、出願して、今年の3月にこの間理工学部卒業して、8月からジョンズ・ホプキンスの大学院に行く予定です。で、まあ、奨学金については後で触れようと思います。はい。で、出願に必要なものって多分調べると一覧バーって出てくるんですけど、のタイムラインが僕の場合はこんな感じでした。真剣に考え始めたのが学部3年の冬休みくらいで、このくらいからあの大学ランキングとかを見つつ、あの研究室を割としらみつぶしにあの見続けてた時期がだいぶ長かったです。で、GRE サブジェクトとジェネラルとトフル、これ後でまた話すんですが、あの点数が必要なテスト系ですね。これはあの夏に入る前にあの済ませてしまって、あの夏になってからは出願の本体の方に取り掛かってた感じです。で、まあ、出願のそれぞれの内容なんですけど、GRE ジェネラルはあの大体どこも大学も、よし、少なくともアメリカだと問われると思います。ただあの最近はなんか必要ないようにしていく動きもあるみたいです。マスはあの理系だったら十分満点を目指せる内容なので、あの満点を目指して売りポイントにできるといいかなと思います。GRE サブジェクトですね、これはあの科目ごとで、あの僕化学で GRE ケミストリーを受けたんですけど、あの一応大学院の出願にはストロングリーリコメンデッドで点数は必要だったんですけど、あのあんまり重要ではなかったです。化学はただあの分野によるみたいです。そうです。この3人の方々皆さんはあれですか、フィジックスでしたよね多分。私受けなかったです。僕も受けてないです。あ、僕はフィジックス受けましたけど、あんまり使ってない気がします。ああ、そうなんですね。なんか受けなくていいところ、もう時間、僕結構時間なかったんで、受けなくていいところを選んだっていう説はありますね。あ、同じくです。はい。なるほど。じゃあそれぞれの、あの分野の先輩を見つけて、あの聞いてみるといいと思います。で、トフルは、あの英語の足切りです。理系は100点あれば大体出願校が自由に選べるかなっていう感じです。あの足切りでその点数基準を超えてればいいので、あの1年生学部1年生からでも対策始められるところだと思います。で、推薦状を誰に頼むかっていうのがあのちょくちょく出る話題ではあるんですけど、で僕が頼んだのがあの慶応の卒研の指導教官1人と、
あと交換留学中にあの研究室に入ってたんで、その教官1人と、あとあの3つ必要なんですけど、研究見てもらってたのが2人だけだったんで、あの最後の1人はただ単にあの授業をよく受けてた人に頼んでました。だいたい周りの話聞いてると、あのまず研究を見てくれてた人で、それで3人に達しなければあとは授業を見てくれてた人だったと思います。なんか他の組み合わせっていうか、他の人たちに推薦状頼んだ方っていますか？3人で。じゃあ僕から。あ、ごめんなさい、僕からいきます。推薦状、まあ指導教官と、共同研究していた、海外の先生と、もう一人、産総研の共同研究者の方でしたね。結構選ぶの大変なので、まあ、あの留学考えているんだったら先に考えてるってことも伝えた方がいいと思うし、うん、一人ぐらいはアメリカの PhD とか取っている人がいるといいっていうふうに聞きますね。そうか、現地の教授とか、あの現地で PhD 取った人がいると、あの価値基準があの同じというか、あの現地のことが分かった上でその売りポイントを書いてくれるっていうことで、あの出願先の教授から見ても信頼性が増すような話を聞きます。で、あとはあの奨学金ですね。で、あの奨学金はあの出願までにあの合格して、奨学金の合格が決まるように設定されているものがあのいくつかあるので、それが決まったら必ず SOP にあのアピールするようにしてください。で、あの奨学金を持ってると何が有利かっていうと2つあって、あの1つはあの教授、出願先の教授は大学院生を取ったら、その院生の、 あの学費とか生活費とかの支援をしなきゃいけないんですね。で、それがあの奨学金を持ってる学生だと、あの研究費から払わなきゃいけない額が少なくて済むっていうのが1点で、もう1点があの一応 GPA を出願の時に聞かれはするんですけど、あの国によって基準が違いますし、大学によっても違うので、あの GPA 何点いくつって言われた時にどのくらい優秀かってわからないんですよ。で、その時にあの奨学金をその国で何百万取ってますって言うと、あの少なくともその国ではあのよく評価された優秀な学生なんだっていうことの、 あの証明として使えるものです。で、あの出願、大学院の出願締め切りの後に奨学金が取れたってなったら、あの後追いでその出願先の教授に、あのこういう奨学金で何年間の支援であの何万円もらえることになりましたっていうことを、あのメールで報告してください。あの不利になることは必ずないので、あの有利にしか働かないと思います。で、あのよく聞く奨学金をあげました。で、僕はこれ全部出願しました。で、ここの、今回の3人の方々は、府内奨学金をもらっていて、で、僕は、石井石橋慶応グローバルフェローシップっていうので、これはあの慶応生向けにあの慶応学内で募集している奨学金です。あのひっそりと募集しているので、あの慶応生は出願しましょう。で、それってどんぐらい の、 あのサポートなんですか？年額500万で、基本は1年で、他の奨学金を取れなければあのもう1年延長もあり得るみたいな。なるほど。結構いい待遇ではあるよね。そうですね。何人ぐらい毎年？4人とかかな、多分。うん。まあ、でも慶応からの人も、あの僕が理系の博士課程なんですけど、理系の修士の人もいれば文系の修士の人もいて、分野は幅広そうな印象です。なるほど。すごい。良さそうなのがあっていいね。僕の時は気づかなかったのかなかったのか。みんな気になる SOP ですね。で、SOP の書き方みたいな本が、あの慶応の図書館にも何冊かあるので、あのそれを借りてあの書きました。で、あの多分全部あの共通しているのが、あの解決したい大きな問題を定めて、あのその問題を解決するためにあのこの大学のこの研究室がいいとか、このプログラムがいいっていう志望理由で、それからあのその大学にとってあの自分を採用するとこういういいことがありますよ、自分はその大学にこう貢献できますっていうところの
2本柱で書いていくことになると思います。で、僕は10校出願したんですけど、10校とも基本骨格は同じで、その解決したい問題とか志望理由、使いたい手法みたいなものを志望先の教授に合わせてすげ替えて10パターン作りました。で、大事なのがなるべく多くの人に見てもらいましょうっていうことで、指導教官とか先輩はもちろんなんですけど、海外の、出願先、アメリカだったらアメリカで PhD 取った大学の教員とかに大して仲良くなくてもとりあえずメールで SOP を送りつけて、これ添削してもらえませんかっていうのをやると、送ったもん勝ちで添削してもらえると思うのでやってみてください。ここまでのことは多分全員必ず制度的にやるんですけど、割と大事なことがあって、出願先の教授に自分のことを知ってもらうこと、これが有利に進める上で大事になります。特に弟子と師匠の関係みたいになる理工系とかだと、これはめちゃくちゃ大事です。募集が始まるよりも前の段階で自分の経歴とか興味を教授に簡潔にメールしまくる時期があります。で、なんなら今から始めてもいいくらいなんですけど、相手の教授のその研究内容とかを見て、どの論文に興味を持ったとか、どういう研究が面白そうだと思ってて、自分はこういうことをやりたいっていうことを簡潔にでいいのでメールしてください。これが出願時期が近くなるとメールの件数が多くなって、見てもらえる確率が下がっていくような話を聞いたことがあるので、なるべく早い時期、7月8月くらいから送ってしまえればそれが一番いいみたいな話を聞いたことがあります。で、僕が確認してて冷や汗かいたというか、なんか新しく大学院生を取る予定があるかどうかっていうところで、僕がメールそれぞれの大学の教授に送りまくってって、返信が来ない人もたくさんいたんですけど、返信が来た9人の中で割と優先順位高めだと思ってた人が、去年院生多めに取ったから今年はちょっと新しくは取らないかもみたいな返信が来て、そういうところを第一志望に設定してたりして、いざこう入学したりして、その教授は新しく院生取らないとか言ったら悲しいので、必ず確認するといいのかなと思っています。で、あとは来年以降の出願の方はですね、まだ出願まで時間の余裕がある方は、夏休みの研究プログラムとか研究インターンとか、あと交換留学とかで、その教授の下で研究できるチャンスを探すと有利になります。で、教授サイドからしても、書類だけ見た実際どういう人かよくわからない学生を取るよりも、実際にこうある程度研究ができるとか、人柄を知ってるとか、あとはコミュニケーションが取れるっていうことが分かってる学生の方が安心感を持って取れるようです。で、一番院試において強いものが、出願先の教授本人から推薦状をもらえれば、それが一番強いので、行きたいと思ってる教授何人かのところいる学校でのこう交換留学とか研究プログラムとかを探して、それがあればそれに行ってそこで推薦状をもらえれば一番強くなります。ですか、この辺で何か他に足したいこととか、こういう戦略を取ったっていう方いますか？実際に千葉君はもうその交換留学の時にもう先生に会いに行ってたってことなんですかね？でしょう。交換留学の時はまだ院博士課程に行くかどうかは決めきってはいなかったんですけど、教授、研究に興味のある教授として挙げてた人をの中から交換留学先を選びました。なんか交換留学でアメリカの大学へ行きコネを作ることができますかっていう質問が来てるんですけど、
多分小松さんも交換留学1回行ってるよね。その辺はどうですか。はい、私は大学院めちゃくちゃその交換留学時の骨というか、そもそもその交換留学の時に研究させてもらってた指導教官と今の指導教官が同じなので、多分ズブズブそのタイプだと思います。ズブズ。推薦状もらった？もらいました。はい、もう強いね。はい、ただ、はい、コネがないとダメかっていうとそうでもないとは思ってて、っていうのもなんかこれを今私はこの発言の後に言うと言い訳してるみたいなんですけど、9校出したうちそのズブズブの人を除いて他に4つ受かったので、まあ多分勝率半分くらいなんですけど、コネがないからといって受からないわけではないと思ってます。うん、メールとか皆さん送ってました？なんかこれ僕言ったらなんかチートみたいになりそうなんですけど、なんか昔その修士の研究留学プログラムっていうので、今自分の指導教官のあれ自分のっていうのか、博士をやった指導教官のところに2ヶ月インターンみたいにして行ったんですよ。でその人の推薦状で出願をする以前に、その人は何ですか、その夏のインターンだったんで、そのインターンの最終週はその出願書類を指導教官の居室で作って、 SOP もその人が添削して、その人が僕のことについて書いた推薦状を自分宛に送ってもらってってやったら1週間ぐらいで合格が来ました。それはチートですね。っていうのがあるんで、やっぱり多分それなんですよ。で、その合格証をつけて奨学金に応募したら5、6個なんか雑談だけで合格みたいになります。僕は逆にその今の指導教官は入るまでほぼコンタクトなかったので、別のとこにはいろいろ出してたんですけど、そうですね。だから別にコネが絶対必要というわけではないけど、やっぱりそのコネが作れるぐらいのアグレッシブさが あると奨学金も取れるし、その奨学金でまた合格も取れるしっていうのがあると思うんで、どんどんメールしたり学会で話しに行ったりっていうのはやった方がいいっていうのは絶対そうかなと思います。なんかやっぱりその紙ばっかりもらってると、大学教授の人たち紙ばっかりもらってるんで、普段から分かんないんですよね。なんていうんですかね、とりあえずなんかチラシをもらいましたっていうのと本人が来ましたっていうのはやっぱちょっと違うっていう感じはしますよ。あと、早めに動いたりとか時期を考えたりっていうのも多分大事で、直前になって僕出願するんですけどって言ってもみんなするじゃないですか。だからそうしたらメールが埋もれちゃうんですよ。だから結局、はい、今とか夏ぐらいまでに今興味あって12月に出願しようと思うんですけどっていうふうに言っとくと、あこいつすごい考えてるんだなっていうのもあるし、目につきやすいのもあるかなと思うんで、そういうなんか戦略的な動き方も大事かなっていうふうに思います。あとメール送った返信来ないこともしばしばあって、ただ興味がある教授は多分返信してくれるのかなって思うんで、メール送って出願したい候補がたくさんある中で絞りたいだったら、メール送って返信が来たところから出願するっていうのはありかなと思ってます。で無視されたところは優先順位が低かったら切っちゃうみたいな。確かに確かに。あとメールに関しては一つ怖い話を一人の教授から聞いたことがあって、でこれはその人その教授特有の話なので、それが全部に当てはまると思ってほしくないんですけど、なんかその教授も、なんか教授って毎日何百通とそういうメールをその季節になると受け取るらしいんですけど、いざアプリケーションが来た時に、その自分の研究室に興味があるって言ってるアプリケーションをまず自分でピックアップして、でその次何するかっていうと、その名前で自分のメールのフォルダーに検索かけて、でそこに自分に一回メールしてきてなかったらもうその時点でそのアプリケーション見ないって言ってる人がいました。ただそれが全員だとは全然思わないんですけど、そういう人もいるってどっかの頭の片隅で思っとくと違うかなと思います。千葉君、とりあえず発表はこれで一区切りかな。はい、じゃあ一個ぐらいスライドから拾いたいんですけど、GPA に関する質問が2つぐらいあって、GPA の占める割合っていうのはやっぱり気になるみたいなので、 GPA3.0 以上が必要なのか、絶対に必要なのか、それともまあ他で取り返せるのかといったところあたり
もし意見があれば千葉君ちょっと最初お願いしていいかな。まあ、GPA は、まあ、基準として書かれてる学校もあれば基準として書かれてない学校もあったりするんですけど、あのまあ高ければ良いことはまあそれはそうなんですけど、あの他にこう研究内容がマッチしてるとか、あの研究の動機がしっかりしてるとかいうことのその SOP の強さがあので売り込むことはあの十分できると思います。小松さん何かある？基本的に千葉君の言う通りだと思うんですけど、そのたまに GPA で足切られちゃう学校もありますよね。なんかミニマム GPA 3.5 みたいなのが、うん、たまにあるので、そういう時はアプリケーション出す時に気をつけた方がいいのかなと思います。まあ、でも正直多分日本の学校も、例えば中国でみんな 4.0 揃えてくると思うんですけど、それがもう 4.0 じゃないってことはアメリカ人の人も分かってるので、多分アメリカ外から来る人に関してはあんまり GPA は気にしてないのかなっていうのがまあ印象かな。まあ、そういうふうな話を実際に先生、あのうちの校内の先生と話したこともあるんですけど、まあ、それを気にしてるよりは、まあ、もう過去のことなんで取り戻せないんで、どうせだったら論文出したりとか研究に集中した方がいいかなと思います。ただ自分も昔は何回も GPA 計算してました。これ修士から出したらあの リセットされるんですか？いや、それは多分両方出さなきゃいけなくて、結局、うん、まあ、修士は日本は、ね、4.0 になるけど、まあ、多分それもバレてるから、まあ、専門の科目とかに分けたりとかもあるし、まあ、それを各学校調べていただかないと分かんないんですけど、うん、まあでもそこまで気にする必要ないかなっていう、全然取り返せるところではあると思うんで、まあ、GPA が足りないからって出すのを諦めるのはちょっと違うかなっていうのが僕の印象ですね。篠原さん何かありますか？いや、なんか多分まあ本当のなんか足切りに近いようなもんだと思うんですけど、なんかだって入学してから GPA の話って一度もされたことない気するんですけど、うん、ありませんよね。ないですね。だからこういうスコア系のものってやっぱり何ですか、見栄えがいいかどうかっていうようなところな気がするんですけど、うん、そうですね。あの事前質問の方で GRE とか TOEFL の話も出てたんですけど、その辺についてももしコメントあれば、はい、篠原さんお願いします。いや、分かんないです、もうどういうこと。何ですか、TOEFL はあの本当にあのどれぐらいできるかどうかで、これどっちかっていうと大学で足切りに合うんですよ、あの仕組み上で。 GRE とかもあのおそらくその学科とかで足切りに合うっていう感じで、あの正味これ本当は研究をするんで、研究をするときの教員が取りたいって言って他の国の人を説得するような状況になるんですよ、おそらく僕が知る限りなんですけど。ってなると、スコアがめちゃくちゃ低いと、大丈夫？これ入れても留年しないってなるんですよ、やっぱり。だからそういう風にならないように、スコアは高い方がいいかなっていう感じはします。で、GPA は確か3を切ると、なんか、あれですよね。その、特にアメリカの修士から始まってるところだと、成績がめちゃくちゃ取れない人だって思われると、退学になるじゃないですか。だから取って退学されるとその投資がなくなっちゃうんで、せっかく取ってもあの枠を埋めてなんかやめられちゃうとやっぱりよろしくないじゃないですか。だからその辺が関係あるのかなとは思います。だからこれ本当に学校によるのと、あの何ですか、考え方によってものすごく変わると思うんで、あの今から準備できるんだったら全部高くした方がいいぐらいな感じです、うん、だと思う。でトフルは本当に、いや、そもそもですよ、あのアメリカの方は分からないかも、は分からないんですけど、イギリスに行ってトフルもアイエルツもトイックも誰も知らなかったんで、あのなんかあれでしょ、あのネイティブじゃない人が受けるあれあるじゃんとか言われて、なんかそういう感じだったんで、あの本当に気にしてないと思います。うん、あのなんか
あれじゃん、ネイティブ、英語のネイティブじゃない人が受けるテストっていうふうに言ってて、うん、でなんかあれなんでしょって言ってて、あの、なんか何百点か出るんでしょみたいなことを言われたような気がするんで、なんか多分分かってないんですよ。うん、あの特にあの英語圏からすれば、まあ、英語を喋れればいいじゃん、使えればいいじゃんぐらいだと思うんで、まあ、逆 に日本人も日本語検定一級って言われて、なんかそれどんなもんなんですかってなるじゃないですか。うん。まあ多分同じような感じだと思います。そうですね。まあ、TOEFL は確かに、ね、難しい。TOEFL も足切りがあるところないところあると思うんですけど、まあ僕も結構苦戦したんで、まあ大変なことはあると思うんですけど、まあ、正直、TOEFL が110点だからって絶対喋れるってわけではないと思うので、まあ、例えばちょっと足りなくても100点なのに98点とかならば、例えば推薦状のネイティブの人にこの子の英語はすごいできてっていうふうに書いてもらったらすごいサポートになるだろうしっていうやり方もできるし、まあ、理系で一番、まあ、ちょっと大事かなと思うのはやっぱり GRE のなんでなんだっけ、マスあれは絶対ほぼ満点取んないとまずいかなっていうふうに思います。まあ簡単だと思うけど、なんか今里さんがおっしゃったことをこっちに来てからすごいよく聞く話なんですけど、なんかこういう出願書類のいろいろ出さなきゃいけないものがある中で、それを一個一個に考えるよりも全てをなんか一つのパッケージとして考えるといいよっていうのをこっちに来てから数人から言われました。なんかさっき今里さんがおっしゃった通り、例えば、うん、TOEFL がちょっと低いってなった時には、あの推薦状の例えばアメリカの教授から、いやこの子一緒に研究したけど英語全然問題なかったよって言ってもらえればそれを補えるので、なんかそういうふうに一つのパッケージとして自分はどう自分を売りたいんだろうっていうふうに捉えるといいよっていうのをよく最近耳にします。そうですね、なんか総合力っていうのをよく聞くんで、結局自分というその研究者を売り込むイメージで、まあ、どっちかというとテストよりは就活に近いかなと思うんで、そこをそういうふうに考えてくると分かりやすいかなっていうふうに思います。ちょっとそろそろ時間を知ってるんで、まあ、僕の方に行ってもいいですか。はい、はい、じゃあなんかオーバーライドしてください。はい、どれだ。見えますか。はい、見えます。じゃあ一応改めてまた自己紹介からいくんですけども、一応機械、慶応義塾大学の時は機械工学科でした。まあ、学問4で入学したんですけど、今学問 D とかっていう風になってるって聞きました。それから一応ノースウェスタンの材料工学科に分野を変更して、現在4年目が終わるところです。まあ、留学したきっかけは何ですかっていうふうに聞かれるんですけど、これも多分2013年とかの慶応大学でのこの留学説明会だったかなって思います。なので、ね、あの今ここで聞いてる人からあと5年後ぐらいに発表してくれる子が出るととても嬉しいなと思います。一番驚いたのはやっぱ給料が出るっていうのがさっき千葉君が説明していただいた通りで、まあ、それは大きい。正直研究がしたくてもやっぱりもうなんか親に迷惑をかけたくないとかっていう気持ちがあったりとか、まあ、同級生が働いているのにまだ、ね、授業料払って行くのはどうかなというふうに思ってたので、まあ、給料が出るっていうのは大きかったですね。あとはまあ世界から、ね、いろんなトップの学生が集まってくるということで、そこで自分を鍛え直したいっていうのがあったかなっていうふうに思います。で研究環境もまあ簡単に言うとだから東大みたい、東大ぐらい優秀で資金もある学校が世界中で見るとたくさんあるっていうふうに考えられるので、そういった意味から、まあ、一つ、ね、あの進路として考えてみてもいいかなっていうふうに僕は常日頃思っております。あ、そうですね。でまあこれで学部の説明、学部の時に説明会に行って、まあ、なんかすごそうだなっていうふうに思ったんですけど、結局学部時代は研究室に配属されたばっかりで、まあ、研究のいろはを学ぶ中であのいっぱいいっぱいだったので学部自体は間に合いませんでした。で、まあ、勉強、ね、してたんでしょうっていうふうにも聞かれるんですけども、高校はラグビーをずっとやってて、結局、学部の時はダンスをずっとやってて、さっきも言ってたんですけど GPA も全然高くない方だと思うんですけど、
そんなでも今でも今こっちでやってこれてるので、まあ、特にそんな気にする必要ないかなというふうに思ってます。初海外も学部3年時そんなに早い方ではない、帰国子女とかでもないですし、もともと英語が一番の苦手科目だったっていうぐらいです。でドイツにサマースクールで1ヶ月ぐらい行ったんですけど、その理由もドイツ語の単位必修で1年生の時あると思うんですけど、ドイツ語の単位を落としてしまって、まあ、結局1年2年やることになったんで、どうせならドイツに行ってしまえということで初めて行ったのがドイツに1ヶ月ということです。で、結局、出願したのは M2 の時で、修士を終えてからアメリカの PhD に来たわけですけど、まあ、修士を終えてからの PhD っていうのはありかなしかって言われると全然僕はありかなって思ってます。というのも、まあ、日本では学部生の、まあ、3年の終わりぐらいから研究ができるということ。ということで、まあ、修士まで終わると丸3年ぐらい研究ができるんですね。そうすると、ほぼ自分で研究が回せるぐらいの実力はつくと思います。で、そこで日本の研究スタイルも学べるし、アメリカで、その後、修士卒業してアメリカで来た時も、もう研究のやり方わかってるから、まあ、自分でどんどん進めていける部分もあるし、で、新しくアメリカのスタイルみたいなのを取り込めれるみたいなところもあるので、で、そういった違いを感じながら研究、一人の研究者として自分の研究スタイルっていうのを見つけられるっていうのがいいかなと思います。例えば日本で博士まで行くと、やっぱり6年とかかかるじゃないですか。6年間同じ研究室にいるっていうのは、やっぱり深めるのはいいと思うんですけど、やっぱり6年ずっと同じというよりは、まあ、6年いるにしても、例えば1年間海外行ってみたりとか、研究インターンに行ってみたりとか、そういうのはした方がいいかなっていうふうに思います。受験の時はやっぱり、学部生は将来性を見られるので、例えば実績がなくても大丈夫だと思うんですけども、修士の終わってからの、出願となると、実績があると助かるかなというふうに思います。まあ、2年間研究してきたんでしょ？どうだったの？っていうのが向こうからするとそのクエスチョンになると思うので、というのと、まあ、やはり日本で集中して終わらせた方が早く終わるかもしれないけど、アメリカで来て引っ越しとか、例えばまあ言語の問題とか生活の問題もあるので、卒業まで多少時間がかかるということもあるので、まあ僕のマインドとしては、まあ今ポスドクぐらいのイメージで成果を出せるように頑張っていかなきゃなっていうふうに自分に聞かせながらやっています。みんな発表者は学部からかな。学部からでしたっけ？僕は修士と1回目に最初に出したときはリーマンショックとかぶってお金が取れずにダメだったんで、うん、で、修士からでした。で、まあ、あとは、その、なんですか、これ実績もですね、研究って特に学部生まだよくわかんないかもしれないんですけど、結構運なんですよっていうのをやってて思って、うん、で、ちょっと後で僕話すときは、その、なんですか、外したときどうするのかっていう話をちょっとしようかなと思っているところです。うん、まあ、確かに研究実績あった方がいいです。まあ、そりゃそう。そうですね。じゃあ進めて、生駒さんいく？いや、大丈夫です。私と千葉君は学部からのタイプですって言おうと思っただけです。どうも、なんか、日本のってどうなのかなとか思わないですか？日本の研究室ってどんな感じなのかなとか。千葉君、どうぞ。僕ですか？どうでしょう。でも2年間っていう区切りがある分、あの気軽に大学院まで行けるなとは思います。なんというか5年間縛られるわけじゃなくて、こう2年で出れるっていう、うん、なるほど。まあそうですね。だから僕も修士に行くまでは研究者を続けるとは思ってなかったので、まあ、修士に行って研究の楽しさが分かったからこそアメリカに来てるっていうので、日本で修士やったことに関しては全然後悔してないですし、先ほど篠原さんがおっしゃってたような、まあ、実績っていうのはかなり難しい部分が、特に学部生の時点でどの研究室がいいとかっていうのは難しいと思うので、まあそれも先輩に話聞いたりとか、もうむしろ先生に先に話して、例えばアメリカに留学する可能性があるんですけどっていうふうに話してみて、もし先輩がいればいいし、まあ、先生がサポートしてくるならそれもいいし、そういうところまで先に考えられてるとスムーズかなというふうに思います。うん、なんか個人的には、なんですか、その、博士まで終わってっていうので振り返ると、
もしかしたら直接行った方が良かったかもしれないとは思うんですよね。いや、なんかちょっと、あんまり役に立ってなかったかなっていう感じはちょっとする。まあ、これ多分個人的なもんなんで、日本そうだですけ。ね。人によるっていうのが多分大きすぎるかあなとと思は、います。あれですね、これ僕の話じゃないんですけど、他の人だと、海外の大学に行きたいって言ったら、裏切り者って言って邪魔されたっていう例もあるらしいんで、まあ、本当に人によるんですよね。だから、外国に行くことをいいと思ってる先生と、なんか嫌だって思ってる先生は多分両方いるんで、その辺の見極めは重要かもしれないですね。そうですね。その見極めの方が結構大事かもしれないですね。じゃあまあ次、最後かな。に行って、まあ一応分野変更について話すということだったので、一応まあ機械工学科から材料工学科に移動はしてるんですけど、まあ、研究としては関連はしていたと思います。ただ、マテリアルサイエンスの授業を取ったことはなかったので、かなり最初に行った時に取った授業は、まあ、英語がわからないのか、量子力学がわからないのかがわからないぐらいの感じで、最初のストレスはかなりかかりましたね。ただ、もともと自分が興味のあるものをやりたいと思っていて来たところだったので、まあ、なんとか乗り越えてということなので、もちろん PhD から分野変更することが可能かといえば可能だと思います。特にアメリカは一応授業、コースワークが1、2年目ではっきりしているので、そこでやり直すこともできると思います。ただし、その授業っていうのは、もともと一回やってるっていうことが前提になっているので、できれば、来て授業を取る前に少し自分で勉強しておくとか、日本にいる間にその基礎のところの授業を取っておくとかっていう準備はあった方がいいかなというふうに思います。で、もっと大きく進路を変更する場合は、やっぱりそれなりのストーリーが必要だと思うので、急に私これやってましたけど、全然関係ない、これがやりたくなったんで来ましたっていうのでは、さすがに入試の選考をくぐり抜けることはできないと思うので、まあ、例えば今までこういうことをやってきて、例えばインターンに行ってみて、こういうのが大事だと思ったんで、こっちに移動しますとか、しっかりそういうストーリーを作ってアプライしてくるっていうのが大事かなというふうに思います。でも受け入れ側からとすると、やっぱり多様性があるっていうのは非常にいいことだと思うので、例えば全員が全員材料工学科取ってきた人だと、その材料工学科の考え方みたいなのに偏ってしまうので、それよりは、例えば化学科がいたりとか、機械工学科がいたりとかすることによって、その学部内の活性化にもなるので、アメリカのその受け入れる側からすると、そういった部分から分野変更っていうのはウェルカムなのかなというふうに感じてます。皆さん、周りにそういう方いたりしますか？松さん、周りにいたりする？かなり全然います。私の研究室は、材料工学系のことと、あともうちょっと物理っぽいことと、どっちもやってるんですけど、出身が、今取ってる学科の人間が、電気コンピューターが私で、化学科がいて、物理学科がいて、あと、応用物理学科がいてって感じなので、いろんなところから、あえて人を取ってるっていう印象は受けます。あと、とても仲のいい友人で、MBA をやってたんだけど、そこを辞めて農業に移ったみたいな人が、思ってるよりも周りに数としてはいる印象です。はい。そうですね。多分教授も、例えばケミストリーと材料工学科、両方所属してる先生とかもいるし、授業も MBA と一緒に取る授業とかもあったりするので、そういった部分でやっぱり流行りっていうか、マルチディスプリナリーみたいな、いろんなのの融合みたいなのがやっぱり流行ってるっていうのもあるし、分野変更に関しては全く、ね、気にする必要ないかなというふうに、まあ、自分のやりたいことをやればいいんじゃないかなというふうに思います。で、あと最後なんかあるかな。あれ、打つね。まとめ、まあ、最後なんですけど、まあ、留学した方がいいですかっていうのは、まあ、本当に人によると思います。研究だけしてて、ずっと楽しいっていう人は、日本でやっていた方が、まあ、英語の心配とかもしなくてもいいし、研究成果も出るだろうし、っていうこともあるし、でも、まあ、来てみると、いろんな人に会えて楽しいし、まあ、英語をどうせできなきゃいけないので、ね、英語を学ぶにはやはり来てしまうっていうのが一番かなって思うので。で、アメリカ人がいろいろよく言うのは、やっぱり好きだからやっているっていうことが、やっぱり多いと思うので、
まあ、例えば、ね、友達だと今は PhD 来たけど、もしこの研究つまんなくなったら普通にドロップアウトして就職するわみたいな簡単な気持ちで来てる人もたくさんいるので、まあ、本当に自分がやりたいことに、従ってくればいいかなっていうふうに思います。あと、まあ、アカデミアの現状としてはやっぱりアメリカの方が論文が出やすいっていうのもあるだろうし、論文の出し方とかも違うので、そういった部分が学べるのも、利点かなというふうに思っています。一応発表はこれぐらいなんですけども、何か質問等ありますか、講演者の方とか。ない。いや、なんかあの質問がいっぱい来てますってちょっと思います。あのどこに、スライドですか。スライド、はい、なんか拾ってもらってもいいですよ。なんだろうな、卒業が難しいと聞きますがどうですか。卒業が難しい、どうなんですかね。難しい、まあ日本みたいに逆にその時間で切れてないので、例えば3年間いるとなんとなくなんか終われそうみたいな雰囲気はなくて、自分でこれだけの研究やって論文これだけ出して、準備できてるので卒業させてくださいっていう形になるので、まあ自己管理力が問われるというかっていう部分はあるかなっていうふうに思いますけど、どうでしょう篠原さ ん、 卒業されてるのは篠原さんしかいないです。いや、あの僕はですね、あのとりあえずなんか吐きそうな思いをしてとかじゃなくて、実際に物理的に吐きながら卒業したような気がするんで、まあ、大変だったかなっていうのと、あの一応慶応と比べるとやっぱ慶応の先輩がどれぐらいだったかっていうの大体わかるじゃないですか、であれと比べるときついかなっていう、ちょっと失礼かもしれないんですけど、まあちょっと思ったりはしましたね。はい、なんか、はい、そんな感じですかね。まあだから結構その何ですか、日本のなんか博士審査とかってなんか半分デッキレースみたいなとこあると思うんですけど、あの僕は少なくとも自分の経験だとあんまそれがなくて、例えば論文を揃えたら OK みたいなとこあるじゃないですか日本だと、実際僕の知ってる人であのネイチャーマテリアルかなんかに出して落ちたやつがいるんですよ、あの博士審査で、っていうのはなんか結構有名な先生が博士論文にラインマーカーと付箋を貼りながら読んでるのを3時間ぐらいディスカッションして大丈夫だったら合格なんですけど、でそういうのがあるんで、その結構成果が出てもなんですか、まともにやらないとなんか厳しいというか、なんかあ、まずあとその先生その審査に誰が入るかとかもまた関係あるかもしれないんですけど、まあ全体的に日本と比べるとちょっときついかなっていう感じはしました、多分それも学校に大きくよるんです、よると思うんで、学校にも学科にもよりますよね、多分ホームページに行って調べると、僕がまあ自分が合格したところを調べたんですけど、例えば平均卒業年数とそのマキシマム何年いたか、例えば7年いた方が何人いたとか、4年で終わった方は1人しかいないとか、そういうのが細かく出てるところも多いので、そこまでチェックしてみた方がいいと思います。例えばまあよくあるのが2年目でクオリファイングエザムって言って、そのまま進めるかそこで切られるかっていう試験があったりするんですけど、その合格率も 99% のところもあれば 70% のところもあるので、それは本当に学校によると思うので、そこも考えて、自分はそういうデッドラインがあった方が頑張れるのであれば厳しいところに行った方がいいと思うし、自分でのびのびと研究したいというのであれば、まあ安定した5年間を過ごせるところに行った方がいいと思うし、そういった部分も選考の一つの基準かなというふうに思ってます。小松さん、周りはどんな感じですか？そうですね、私の学科は多分比較的今のところ卒業できないっていう人の割合が少ないので、周りにいる人たちは大抵は時間はかかるかもしれないけれども卒業していくという印象です。私の知ってるので途中ドロップアウトしたのは、まあまだ3年目なんですけど一人だけかな、なんかその人は全然研究をしなかったので、もうこれ以上お前に給料は払わねえぞということで、それはもともとでも知ってた、そういうふうに、なんだろう、結構みんなちゃんと卒業してるなっていうのはもともと入る前から知ってたのか、それとも入ってみてやっぱりそうなんだって分かったっていう感じですか？入る前から
知ってました。その今下さんがおっしゃってたようにホームページにもうがっつりナンバーが公開されてるので、 それを見てああここは卒業できるんだなみたいな印象は元からありました、うん、千葉くんはどうですか、チェックしました？はい、まあ、僕もあのホームページでパーセンテージ見てチェックしました。あの質問でスライドのやつからあの2つくらい同じのが来てて、あの分野を変更するときにあの SOP でこう気をつけたこととか、あの研究計画をどのくらいこう違う分野のものを具体的に書いたのかとかいうことを。なるほど、確かに研究計画を書くのはかなり苦労したかなって思います。その今まで自分のやってきたことをなんとかその今その応募する先生の方に結びつけられるような書き方をするようには注意しました。まあ、結局でもやるどういうやることなんだろう、向こうに行ってやることがね、行く前に分かること分かるなんてことはないので、まあ自分なりに考えて考えた内容で行くしかないと思うんで、そこはまあその出来を見ているというよりはどういうふうに考えるかっていうところに多分注目してると思うので、いろんな人の意見を聞きつつ、例えばさっき誰かが言ってた、東大で言ってたのかな、その先生に送っちゃって聞いてみてもいいと思うし、アドバイスもらったりとか、例えば日本の似たような研究してる方に、意見聞いたりとか、まあ、もちろん論文読んだら分かることもあるだろうし、そのぐらいですかね。OK。一応篠原さん次行ってもらって、はい、その後もうちょっと質問答える時間があるかなと思うんで。共有にしますね。はい、お願いします。どうすればいいの？これかな？いけました？できました。はい。なんかあの、皆さんよりももうちょっとなんかだいぶできない人だったんだよ系の自己紹介をちょっと頑張って作ってみたんですけど、あの皆さん慶応だっていうので、まあ紹介しますね。いや、篠原はじめと申します。1988年生まれで、公立の中学校に通っていて、まあ、英語が全くできなかったんで、まあ、He will is be going to learning とか書いて、偏差値がまあ30を切ったりとかしてたんですけども、あのまあ、今は結局イギリスで卒業しちゃったんで、まあ後でどうにかなるんですけど、あのそんな感じでした。で、高校は慶応高校、皆さん大好き10校に落ちまして、落ちてあの他の高校に通ってます。で、その後、大学は慶応に、今度は東大に落ちて、慶応に入学しました。こういう人結構いるんじゃないですかねって思いながら喋ってるんですけど。はい、です。で、一応、学部2年の時に物理情報工学科に就学しましたが、あの単位を確か電気回路を1個落としてあの来日します。でただなんか来日したらなんか楽しくなっちゃって、あの体育実技をなんかずっと取って毎年以後修士まで行ったんですけど、毎学期来日してました。で、2009年のなんか何ですか、なんだ、学部2年生の休みの時に初めてパスポートを取って、あの語学留学に2週間行きました。これが一番初めての一応海外経験です。でその後一応そのアメリカの博士に行こうとしてたんで、あの一応単位は落としてるんですけど、あのそれ以外はちゃんと一応あのオールウェイにするようにどうにか頑張って、一応 GPA を一応揃えつつ、あのアメリカの大学院にこう出願したんですけど、そしたらこれこの年リーマンショックの年なんですよね。あの奨学金が全くつかずに、一応マスターで受かったところはあるものの、あれこれって今どうやって見えてるんですか。あ、今あのパワポが見えてるんです。プレゼンターに質問をやった方がいいかもしれないです。そうした方がいいのかな。そうですね。おらおらおら、あこういうふうにできるんですね。はい、うん、であの RA がつかなかったんで慶応の修士に留学しました。でまたあの来日をしてます。いや体育の単位が22までいったんで、あの確か修士のあのなんか項目って10個ぐらいしかないんですけど、なんかそれよりもこう自由科目体育の方が確か長かった気がします。
まあまあいいんですけど、あの、だから TA をやってから体育やるみたいな。まあまあまあいいんですけど、はい。で、一応結局、あの、さっき言ったんですけど、あの、自分の行きたい研究所にインターンをしまして、それでどうにか、あの、なんですか、出願をします。で、これ、今、結局、博士をやった時の、なんですか、指導教官の居室で出願を済ませるっていうことをしました。で、一応それで受かって、その後奨学金とかも受かるんですけど、あの、なんか半年空くんで、ちょっとドイツに行ってみたりもちょっとしてます。で、一応この結局、ここでうまく受かって、あの、船井にもいただいて、一応うまくいったように見えるんですが、あ、一応これで一応卒業はします、卒業はしますが、あんまりあの、緊急成果的にちょっとあの外しまして、あの、材料合成の研究をしていたので、材料合成がうまくいかないと何もできないんですよ。で、外しまして、まあ、でも一応卒業はします。なんで、あの、うまくいったように見えて、あんまうまくいってない状況だと思います。で、結局、この後卒業をして、無事、あの、30歳、あの、卒業してすぐにちょっと、なんですかね、30歳で無職になって、社会人経験がなくて、トイックの点数もないみたいな、なんかいろいろあったんですけど、一応今は、あの、コンサルに転職して、今、マネーロンダリングとかリスクの研究じゃないな、リスクの業務をやっています。で、あの、何が言いたいかっていうと、あの、皆さんこういうところで話すときって、うまくいった話がやっぱり多いんですけど、うまくいかなかったとき、あの、外国の大学院とかがどう聞くかっていうような説明をしたいと思います。いいですね、これは。はい。いいですね。はい。はい。で、博士とか PhD の捉え方の違いなんですけど、これなんか日本の大学の先生に多少ちょっと怒られそうな感じはするものの、ちょっと続けますね。あの、一般の、その、なんですか、社会からの博士とか PhD の扱いの傾向は大体こんな感じです。あの、日本だと、まあ、研究だけやってる人。で、将来は、その分野の研究をする人。で、どういう表現があるかっていうと、この足の裏の米粒だとか、入院とか言うんですよ。で、ただ諸外国、これなんか就職してからも余計感じたことではあるんですけど、まあ大体これなんかいろいろできる人だと思われてるんですよ。結構な割合で、いろんなことをやらされるから。で、あの、将来性は他の分野に移れるっていうのが多いんで、なんか結構いろんなところに移る人が、僕も含めて移る人が多いです。で、あの、個人的な経験だと、なんか表記がドクターになったりとか、あとはその、僕がドクターだっていうのを知った瞬間に相手が座り直したりとかするんですよ。実際あったんで、これぐらい差があります。で、あの、特に実学に強い、近い分野の博士っていうものの傾向は大体こんな感じなんですけど、まあ大体扱いは日本だと学生なんですけど、まあ大体他の諸外国って言ってるのは大体この、西ヨーロッパと北米と香港とシンガポールあたりのことを指してますけど、大体そうすると労働者とか、もしかしたら中国も入るかもしれない。で、収入はなんか、まあ、だって学費払って真剣に働くと、やっぱりマイナスになりますよね。あの、さっき学診の話が出てたんですけど、学診を取れると生活保護と戦えるぐらいもらえるかなっていう感じになります。で、ただ、諸外国だと大体、あの、労働者なんで、給料とかファンディングでどうにかするんですよ。むしろこれもらえない人はなぜやるのっていうような感じのスタンスの人が多いです。で、むしろこの認識としてそうなってます。で、ただこれなんか聞いたところによると、さっきあの文学博士とかだとちょっと厳しいかもっていうのはありますね。で、まあ取得した場合はだいたい続きますけど、取得した場合はあの関連分野の研究に残ることがまあ主なんですけど、諸外国だと別に他にも結構移れることが多いです。これなんかポイントとか出せるんですか？あ、右クリックして、出せるんですね、こうやって。はい。そうですね。はい、他のにも移れます。で、取得した場合は待遇がですね、こうプラスになりづらいんですけど、日本の博士のなんか末路とかいろいろあるんですけど、なんかそういうのじゃなくて、なんかちょっと評価されることが多めです。で、こういうのを考えると、やっぱりあの皆さん、どっちの方がこれいいのかってなると、
こっちの方がいいって思う人が多いみたいなんで、こっちは倍率がなんか数倍以上っていうことが多いんですけど、日本は正直あのどこの大学も大体定員割れになってるっていうのは現状としてあります。で、あくまで僕が知る限りの傾向なんで、あと周りを見渡してもあれなんで、まあ、例外いくらでもあると思います。あらかじめご了承ください。その諸外国でっていうのは、篠原さんの経験だと、はい、どのくらいの割合でそのインダストリートアカデミアに行ってるイメージですか？どれぐらいなんですかね。僕の周りだとインダストリーアカデミアに残る人が3割ぐらいかなっていう、うん、だから本当にものによると思うんですけど、うん、何ですかね、ちょっとじゃあその話もしますね。次いきますか。すいません、はい、ごめんなさい。いや、一応この話がそれかなと思って、うん、アカデミアと、PhD からアカデミア、同じ分野と企業に残る人っていう話はこう皆さんされてるんで、この留学説明会とかでもこの主にこの方々が多いんで、この話を主にされてると思うんですけど、で企業の別分野に移る場合はちょっと違いますって感じです。まあ、もちろんこれと起業するだとか、なんか出家するだとか、なんか紐になるとか、まあいろいろあると思うんですけど、主にまあこの3つかなっていう感じはしますよね。で、皆さん企業のこっちの分野に行く場合の話が主に出回ってると思うんですよ。で、その場合はやっぱりその論文数だとか学会数だとか、なんかいろいろあるんですけど、まあそれは重視されるんですけど、他の分野に移るとなんかあんま関係ないんですね。これが関係なくなるんですよ。ただこれをやる、何ですか、家庭で身につくような、なんかこのマススキルとかプログラミングスキルだとか英語のスキルとかはまあ使えるわけなんですけど、この実績はもしかしたらあんまりいらないかもしれないですねっていう風になります。だからどれぐらいですか。だいたいこれで僕が知る限りだと、なんだろうな、この辺アカデミアに何かそのポスドクとかを続けるっていう人が2割いるかいないかぐらいで、この辺とこの辺、これがどっちぐらい、どっちだろう、3割ぐらい、これかな、2割ぐらいで5、6割こっちぐらいのイメージです、僕が知る限りで。要するにその研究してきたことを使える企業に、まあ、そのまま使える企業に行くかってことですよね。例えば半導体の研究してて、インテルに行くとか。例えばでも全然半導体の研究してたけど、なんかマシンラーニングの会社に行きましたとか、ソフトウェア開発の会社に行きましたとか、コンサルとか、そういうことですよね。はい。で、そう、そういうこと、そういうことです。で、なるのが、まあ大体これで半々ぐらいな気はするんですよ。まあ、まあ、印象なんで、統計とかはよくわかんないですけど。なんかまあだいたいアカデミアにずっと残るっていう方がもしかしたら多くないんじゃないかっていう印象はあります。そうですね。アカデミアっていうのも、例えばポスドクに行ってまた2年後に結局企業に就職するっていう人もたくさんいると思うので、で、まあ、そうすると一応これに行かない限り企業の研究室でも論文はまあ確かにスキル的に重要になる可能性があるんですけど、それよりもこういう実験ができるだとか、そういうふうな方がもしかしたら重要度が高い気がします。で、まあなんかこれお刺身の写真かと思いきや、何が言いたいかというと関係がないんで、なんかこれをなんか頑張って作ってるような感じになるんですよね。他の分野に移るとなんかこれを作ってるような感じになりがちっていうのはちょっとありますね。はい、うん、はい、そんな感じです。本当、なんか怒られないかちょっと不安なんですけど、まあ、いや、大丈夫だと思います。大丈夫ですかね。はい。で、そうなると、一応、このスキルベースになると、例えば求人例が、これ、とあるところの求人例の一例をちょっとなんか、加工して持ってきたんですけど、こういうことが書いてあるんです。PhD in Related Field、Math、Physics、Engineering、まあ、その他。で、この World Leading University は結構書いてあって、これが何を意味するかっていうのはちょっと難しいところなんですけど、仮に日本の大学が1個も入ってないと、まずあれなんですよ、そのいわゆるそのフィルターに引っかかって出せなくなったりとかするんですよ。で、あとはそのこれまあ印象なんで、日本人の人が日本の大学で
博士まで出てるっていうと、そもそもこいつは英語で話せるのかってやっぱなるんですよ。その、なんですか、印象として、その書類審査とかが主じゃない、最初は書類審査から行くと思うんで、そうすると書類に通りづらくなるだとか、そのいわゆるその著しくなんか不利に進むことになる可能性が高くなるっていうようなので、この辺があります。っていうのと、逆にあの、なんですかね、企業とかもやっぱこの辺分かってるっぽいんで、あの、なんですか、リクルーティングのメールとかめちゃくちゃいっぱい来るんですよ。あの、学科のメールアドレスとかに、なんですか、メーリングリストに流れたりとかもするんで、あの、卒業した後に移りやすくなるっていうのは、その、日本だとあんまり聞かないかもしれないんですけど、結構、この、いわゆる諸外国の大学だと結構あるような気がします。はい。で、まあ、これもなんかね、本当あれなんですけど、まあ、博士号はパスポートって言って、世界では通用する身分証だから、博士号を取った方がいいっていう宣伝はよく見かけるんですけど、個人的には、博士号はパスポートなんだから、あの、どこの大学とかで取るかによって行けるエリアとか対応が変わってくるんで、あの、なんですかね、ちょっと注意した方がいいかもしれないですっていうのが個人的な印象です。っていうのは、あの、日本のパスポートだと結構皆さん経験されたかもしれないんですけど、あの、ビザ取りやすかったりするじゃないですか。だけど、あの、紛争国のパスポートとかだと、もうなんかすごい最初からもうなんか、絶対こいつは通さないみたいな目で見られたりだとか結構するわけですよね。だ、そういうのがあるんで、博士号パスポートっていうのは、もしかしたらこっちの意味なんじゃないかなっていうのは、ちょっと感じます。ケンブリッジのパスポートは最強ってことですね。いや、なんか、なんというか、なんというか、その、英語圏の、あの、いわゆる、その、なんか、ところの、なんか結構、その、研究とかをまともにやってる大学の博士号と、あの、まあ、正直、あの、そうでもないような感じ、あの、定員が割れてるだとか、のところだと、やっぱちょっとやっぱ変わってきますよねっていうのは、これなんか聞いたことないですかね。日本だと、あの、博士号はなんかぶっちゃけどこで取っても同じで、あの、論文の質だとか研究室の先生が誰かの方が重要だっていう話はよく聞くと思うんですけど、日本だと。これはそのアカデミアに残る場合のみなんですよ。大体の場合。で、この話より誰もしないんで、意外とこの辺があるよっていうのは気をつけた方がいいような気はします。まあ正直そうですよね。あとはその周りの人のやっぱレベルも変わってくるわけじゃないですか。同級生と。だからこの辺は気をつけた方がいいと思います。で、確かにそれでアカデミアに進む人っていうのは、まあ 10% ぐらいしかいないわけなので、まあそういう汎用性のあるパスポートスラッシュ PhD があった方が、将来的なにはいいよねっていうことですよね。はい。リスクヘッジになりやすいっていう。うん、で、まあなんかこれと同じような感じで研究室、その投資とかリスクっていう見方からして、あの大学とか研究テーマとか選ぶと、まあこういうふうになるかなっていう、なんか個人的なものです。まあ個人的な分析なんですけど、例えば今からなんか研究室にあの所属されてるとかを探すときは、大体アウトプット、なんかアウトプットを見るっていうのはよく言われるんですけど、基本的にこれそもそもこれをやる前に大学の何ですか、学科分けの説明会とかって研究内容と雰囲気の話しかしないような気がするんですが、あの何ですかね、そもそもの今の大学のあの仕組みとして、あの研究費っていうのはあの大学が平等に分けてるものじゃなくて、あの教員が取ってきてるんですよね。だからこの辺を知ってあの選んだ方がいいように思います。確かに興味がある研究をするっていうのは重要なんですけど、あのなんかやってることがその何ですかね、プロセスに価値がある、あのやっぱりピペットをずっと使い続けてる系の研究だと、やっぱりあの研究が嫌になった時とかに潰しが効きづらいんですよ、うん、だからこの辺を気をつけた方がいいようにちょっと思います。で、もう一つ最初に説明しますと、あの、業績だけじゃなくて、ちゃんと卒業してるかどうかは、やっぱちゃんと調べた方がいいと思います。さっきも今里さんも小松さんもおっしゃってましたけど、あの、なんですか、入学して真面目にやってれば、絶対卒業できるかってやると、意外とそうでもないっていうのがあるんで、
まあその何ですかね、その辺の見極めはちょっと重要かもしれないです。例えばこの絵みたいに、研究室 A はまあ5人入学して5人卒業しました。 B も5人入学して5人卒業しました。C はなんか5人入学したんだけど1人しか卒業してませんってなると、なんかちょっともう研究室 C やばいんじゃないかっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。だからこの辺を調べたりした方がやっぱりいいですよねっていうのは思います。でまたあの研究をするのにはお金がかかるんで、お金がないところだとなんか結構やっぱり人も来づらくなりますし、あの何ですか、雰囲気もやっぱりあまりよろしくなくなったりとかいろいろするんですよ。なんでそれはなんかこの科研費、日本の大学だったらこの科研費っていうページを調べると、ここに教員の名前を入れると今までにどれぐらい研究費を取ってるかとかが大体見れるんで、それを見たりするのもいいかもしれないですね。ちょっとあのありますよね。そうですね、その辺の見方は結構大事ですよね。調べ方、うん、研究内容しか見ないのが多いですもんね。例えばポスターで発表してるのを見に行くとかはあるけど、そうなんですよ、結局お金がないと研究できないし、はい、卒業できないしっていうのもあると思うんで、はい、うん、それはでも多分アメリカの研究室を選ぶときも多分大事だと思います。そう、めっちゃ重要です。でなんで僕がこんなこと言ってるかっていうと、僕は新任の教員のなんか研究室に結局行ったんですけど、こういうのがあんまなかったんですよ。で今となってはこう思うんですけど、あのこの辺ちゃんと調べた方が良さそうですねとは思います。それはすごい同感です。なんか学部生の時に研究室を選ぶとき、ほとんどの人が研究内容とかよりも雰囲気とかで選ぶと思うので、こういうことも考えた方がいいんじゃないかなとはとても思います。ちゃんと卒業してるかどうかをあの調べるのってどういう風な手段がありますかね。直接聞く、ね、直接聞く、なんか日本の学科分けだともう直接聞くか、あの噂レベルで広まってるやつは多分大体正しいんで、うん、であの外国のやつは結構難しいんですけど、あのグラディエートスチューデントの人数と卒業生の日とかを見ると、あちゃんと卒業してるなとかはなんか比較的分かります。っていうのと、あのこれ同時に見てほしいのは、あのなん最近の論文の筆頭著者がなんか何ですか、学生になってるかどうかとか、そういうところも見た方がいいんですけど、なるほど。だからで本当に本当に学生がいて8人が筆頭で発表してたら、ここでまともにやれば8割ぐらいは実績が出せそうとか、なんか統計的になんとなく分かるんですよ。だから僕が行った研究室は新しい人だったんで、こういうのあんまよく分かんなかったんですけど、あの何ですか、テニュアを取った瞬間にやる気がなくなる先生とかもやっぱり実際いて、でまあちょっとそれ僕はそういうちょっとなうんっていう経験をしたので、この辺は本当に気をつけた方がいいと思いますっていう話です。これ、うん、特にあれですかね、資金力、はい、あとはこれ相性っていうのもあるんですけど、あの人格がまともかどうかっていうのも結構重要で、あの何ですか、アカデミアって特にあの研究実績だけで測られることが多いので、あのなえあのえむしろあなたみたいな人はどうやってできるんだっていうような人もなんかなたまにはいるんで、それも気をつけた方がいいかなとは正直思います。はい、以上です。でプロセスに価値があるからこの辺、はい、そういった意味でもなんか元々コンタクト取ってみるとか直接話してみるっていうのは結構大事だと思ってて、はい、結局話さないと分かんないこともあるし、はい、その業績だけ見てすごい先生だと思ってたらすごいパワハラがあったりとかもあると思うので、はい、うん、よくあります。その辺難しいけどなんとか見てほしいですよね。例えば、うん、日本人の方がいれば、その学科内とか日本人がいればそこの人にも聞いちゃってもいいと思うし、例えば僕にあなたの学科のこの先生どうですかねとかいうふうなのを聞いていただいても多少イメージはわかるじゃないですか。そういうふうに結構強引にでも自分の信頼できるルートを使って調べるのが本当に自分の将来、自分の生活にかかってくることなんで、そこまでやっちゃっていいんじゃないかなというふうに僕は思います。実際あの研究ができなくて辞めるっていうよりも、あのこの辺が原因で辞めてる人がおそらく、そうですね、それは僕の友達にもいますね、うん、あの結構あるんで本当にあの、まあ、かといってもなんか入念に調べてもこれがダメな時ってやっぱあるんで、こういうのこの辺が
なんで、まあ、その辺は本当に気をつけてくださいっていう感じです。で、まあ、興味があるかっていうのと、その、やることによって、市場価値がある方が、潰しは効きやすくなるっていうのは正直ありますっていう。であとは、僕がこの、個人的になんですけど、実験とか研究サイクルと実力って、例えば縦軸を成果にとって横軸を時間にとると、サイクルが早い研究って、なんですか、この、なんかちょこちょこできるんで、こう、最大、研究がうまくいったときうまくいかなかったときの振れ幅がこれぐらいになる気がするんですよ、何回もできるから。で、この傾きが実力だとして、例えば比べるのも難しいんですけど、同じような実力の人が、くるくる回せる、サイクルをいろいろ回せる研究をずっとやると、なんですか、エラーバーがどんどんちっちゃくなっていくと思うんですけど、特に基礎系ね、生物とかみたいに時間がかかるやつとかだと、当てればめっちゃ行くんですよ。当てればめっちゃ行くんですけど、外すとなんか、お前ずっと何やってたのみたいになる、なりがちなんで、なんですか、一生懸命頑張りたい系のタイプの人は、なるべく早く結局が、なんですか、結果が出やすいような分野を選んだ方がいいかもしれないかなっていうのは、個人的に、今振り返って思います。で、なんかこれを考えると、なんかよく言うんですけど、退路を立てとかよく言うじゃないですか。みんな、すべてをかけろとか、なんか退路を立って頑張るっていうのは、まあなんか、排水の陣でっていうのは、まあ多少かっこよくは聞こえるんですけど、よく考えてほしいんですけど、なんですか、研究をやって、研究が嫌いにならない理由だとか、そういうのも一応あるわけですし、退路を立って、全掛けして外れたら、もうどうするんですかっていうのはやっぱあるじゃないですか。で、それってだってあれですよ、このルーレットにさ、なんかなんとなく当たりそうだからって、なんですか、手持ちの銀、なんか全額この緑にかけてみるとか、それな感じとあんまなんか近いような気がするんで、本当に太陽立つんじゃなくて、なんかうまくやっていく、うまくいかなかった時どうするのかなっていう、この辺をうまく考えていく方がいいかなって個人的には思います。で、ただこの辺をまとめると、なんかトップレベルの大学に所属してて、実績もあって、落ちこぼれも出してなくて、なんですかね、卒業生をちゃんと出してて、研究のサイクルが短くて、研究プロセス自体も価値があるような分野で研究をしているような研究室がいいかなとちょっと個人的に思うんですよ。これ、例えば、まあ、大体あれですよね、コンピューターサイエンス系の、実績のある研究室とかにすればいいかなって、例えば思うんですけど、まあ、そうすると、必然的に倍率が上がります。まあ、あとはこういうところに受かっても、まあ、なんか世の中何が上がるか分かんない、なんか交通事故にあったりとかもあるじゃないですか。うん、でも正直ちょっとなんかね、やっぱりどうなのかなっていう、なるべくこういうのを目指した方がいいものの、要は何ですか、最後、どうやってもですね、どうやって入念にやってもやっぱりうまくいかないこともあって、隣の宿泊が常に青いので、気をつけてください。あと、配られたカードで戦うっていうのは、要するに、やっぱり置かれてる状況だとか、生まれとか、なんですか、なんだかんだ言って、貴族の息子とかに生まれた方が、やっぱり人生、戦いやすいんですけど、まあ、そういうことはできないんで、ちょっと配られたカード、自分の置かれてる状況は受け入れて、どうにかしていった方がいいかなっていうのは思います。であと、なんですか、1回しかないんで、人生の試行回数は1回しかないんで、まあ、やって、なんか、うわー、ああいうふうにやらなきゃよかったなって思わないように、どうにかうまく組み立てていった方がいいかなとは思います。で、あとは、なんだかんだで、いろんなことができるように、スキル、汎用的なスキルを身につけておくと、芸は身を助くんで、最悪他に移ったりとかもいろいろできると思います。で、一番最後、何があるか分かんないんで、もしかしたら今、コロナで阻まれてる人も結構いると思うんですけど、実際いると思いますし、1、2年生で日吉の生活がなんかなくなってる人とかも結構いると思うんですけど、後で振り返った時に、あそこでコロナに阻まれてたから良かった方、結局あそこで阻まれてたのが良かったっていう風に思えるように、ちょっと今からいろんなことを、何ですか、配られたカードは変えられないんで、
結局今の置かれた状況でできることをなるべく試した方がいいように思います。そんな感じです。以上です。はい、ありがとうございます。確かに配られたカードで一番いい手をみたいなのはすごい大事だと思いますね。その可能性、自分のあるもので可能性を一番高めていくっていうのが多分一番大事で、さっき言ってたその PhD がパスポートになるっていうのもそういうことだろうし、逆にまあ日本で今の現状としてその博士があまり優遇されてないっていう部分もあるので、その日本で博士課程に行くことはもしかしたらその学校で助教になって先生になることに関しては可能性が上がるかもしれないけど、他の可能性を下げていることにもなってるっていうのも考えた方がいいと思いますし、だ海外に来たからといって、まあ、それで全部がうまくいくわけでもないので、まあ、自分の今の現状と、まあ、自分のコントロールできる範囲で最大限やっていくっていうのが一番大事なのかなっていうふうに僕も思います。なんか教授との相性が合うかどうかっていうのが1個前のスライドであったと思うんですけど、出願の時に気をつけたことっていうか見てたことが、自分の行きたい研究室はその大学院の中で1個持ってるんですけど、その研究室を辞めたくなった時にもう1個ここだったら所属してもいいかなっていう研究室があるところを選んで出願してました。教授と会わなくて辞めたっていう話はたまに聞いてたので、このリスクヘッジです、はい、うん、だ結構そうですよね。これ例えばなんですけど、そのいわゆるなんかレベルが高めの倍率が高めの大学に行っておく方が他の先生のレベルも高い可能性が高いんですよ。当たり前なんですけど、だから例えばそのどうしてもこの先生がいいっていう研究室に、研究室がある学科に進学するじゃないですか。例えばそうするとその先生が嫌になった時、なんか結局他でちょっとなんですかやれることがあんまりないとかも結構あるんでね。そうですね、結構僕の先輩とかでも研究室変えてる方もいらっしゃるので、例えば研究室変えるのは学内だったらまだできるけど、学外となるとまた辞めて授業を取り直してとかいうこともあると思うので、はい、学校の中でやるといいですよね。はい、どうぞ。あ、ごめんなさい、こういうところで話す人が大体研究がうまくいったっていう話が多いので、うん、その辺はその何ですか、もうちょっと統計的にその何ですかね、うまくいかなかった場合にどうなるかっていうのは、その何ですか、業務継続性っていうんですか、コンティンジェンシープラン、B プランは本当に考えた方がいいと思います。で、結局だって宣伝する側も結局うまくいった話の方が引きがあるんで、そっちばっかり宣伝するんですね。そうですね。だからこの辺気をつけた方がいいような気はします。一応か多分ネットにある情報も、こうやって海外の留学っていう風に出てる情報も基本的には成功してる側の人の意見なので、そこにちょっとバイアスがかかってるっていうのは多分気にしといた方がいいですよね。そう思います。思います。なんかそれはちょっと思うのが、この出願する際なんですけど、一応身につくのが、一応英語は身につくんですよ、やっぱり出願するだけで。うん、当たり前ですが、その出願準備をするだけで。うん、これをやるだけでも多少の価値があるような気はするんですよ。そう思います、僕も。はい。だから、その、何ですかね、結局、博士でうまくいくかいかないかっていうよりも、それのためにやると、なんかこの辺のこの言われたようなスキルが一応つくんで、なんですか、その、やって失敗した場合どうするかっていうのは、まあ普通に就活をしておけばいい。そうですね。あるんで。うん。なんか、誰が言った？篠原さんと今里さんは出願しつつ、あれ M2 でしたよね、出したのって。そうですね、はい、就活も普通にしてたんですね。あ、しました。就活もしてたし、慶応のドクターにも出してました。僕は慶応のドクターはなんか書類を寄せなんですか、書類を集めたりもしませんでした。怒られる、やっぱ怒られるんじゃないかな、本当に。いやでもまあ言うて、でも本当にね、やっぱりちょっとなんかやっぱ客観的に考えてほしいんですけど、日本の今、なんですか、なんか
今後の人口って減ってるし、特に2018年問題って言って、学生がもっと減ったんですよ。っていうので、日本の博士で、日本の、なんですか、研究分野でしかやっていけないような状況に自分から行くっていうのは、やっぱちょっと、リスクヘッジ上も良くないような気が、個人的にするんですよ。まあ、だからこれをみんな、あれですよ、みんな気にしてるのか、ちゃんとこう、マーケットの力っていうのはすごいなと思うんですけど、みんな誰も出さなくなってきてるっていうのはあるんで。で、これでも一応、大学教員側の視点からすると、自分のところに、なんか学生が来ると、要するに、ただ働きの人が3年来るんですよ。博士。そうですよね。で、学信とかは、自分の研究室じゃなくて、他から取ってくる、なんですか、他に学生が応募して、別に取ってくるものなんで、傷まないんですよね、懐が。考えると、やっぱり、こういうふうになってたとしても、進めるっていうのは、やっぱ立場上しょうがない部分はあると思います。そうですね。まあ、制度上そういうふうになってるっていうのも多分ある。で、この傾向を変えようと、これ大学教員のせいじゃないんで、仕組みの問題なんで、そうですね。頑張ってもどうにもならないんですけど、正直そういうのはあります。さっきの話にちょっと戻るんですけど、出すだけで結構勉強になるっていうのは、やっぱり僕も思って、結構今年出すか、修士行ってから出すか迷ってるんですけどっていう話もあるし、多分 M1 で出してもいいんですかねとかいう話もある、よく聞くんですけど、結局、とりあえずやってみた方がいいよっていうふうに言うようにはしてるんですけど、結局その準備する過程においていろいろ学ぶこともあるだろうし、大変なこともあるし、そこで、まあ挫折するんだったら、挫折っていうかまあ諦めるんだったらそれでもいいだろうし、まあそういう考えてる、迷ってる時間があるんだったら、とりあえず情報収集してみて、その受験の書類とかも準備してみた方が逆にいろんな勉強になるんじゃないかなというふうに思うんで、とりあえずやってみてくださいっていうふうに言うように思うんですけど、皆さんどうでしょう？いや、僕も本当にそう思います。っていうのは、これ2回目に出したときに、うまくいったのは、1回目の時に、結局、なんか、お金が重要なファクターなんだっていうことがよく分かったので、なんか、それをどう取るかっていうのを結構真剣に考えました。そうですね。だから、それはやっぱり1回自分でやったから分かったようなところがあるんで、まあ、多分こういうなんか自分の研究を売る能力とか自分のパーソナリティを売る能力っていうのは、就活とか例えば研究費取りに行く時とかも将来的には重要になってくると思うので、そういうふうな汎用性のある力っていう意味では、海外大学院受験自体に意味もあるのかなというふうに思います。野松さんどう？いや、全く同感です。なんか私は、とにかく早く日本を出たいっていう優先事項があったので、受かった中から出てきたんですけど、なんかもう一回できたらもっといろいろうまくやれるのになって、やっぱり反省点はたくさんあるので、この前やった出願は私の人生初めての出願だったので、反省点ばかりではあるので、たとえ学部の時に出したり、M1 の時に出してダメだったとしても、それがゼロになるというわけではないというか、多分次はもっとうまくできると思うので、そこには全く同感です。まあ別にアメリカに正規で来なくても、例えば日本の博士課程に残っても、その研究インターンで行ったりとか時に話進みやすいだろうし、研究の内容もよく分かってるだろうしっていうこともあるし。で、さ、なんか最近プロポーザルとか書いたり手伝ったりしててよく思うのは、なんか SOP も要するにプロポーザルだし、なんかプロポーザルに使うストーリー作りって全てに応用が効くなっていうのはすごく感じるので、とりあえず迷ってるんだったら出そうっていうのは賛成です。だからそのプロポーザルなんて企画書とほとんど同じなんで、むしろ。なんで、なんていうか、それ多分、博士が評価されてるっていうのは、そういうのを一通りやったっていうのが多分高いんですよ。おそらく。なんで、出願の時からもそれをやるんで、要、あれですよね。エントリーシート書くのとあんま変わんないような気もする。ちょっと、きつめに書く、きつめというか、深めに書くっていう点でちょっと、違うかもしれないんですけど、あとは大体同じような気はしますよね。
そうですね、企業で働いててもそういう提案とかプロポーザーの能力も使えるしっていうことですよね、きっと。はい、一応、こんな感じで、スクリーンはそのままでいいんですけど、質問拾ってあと15分ぐらい答えられたらいいなと思ってるんですけど、大丈夫ですか？これが映ってますか？あ、どれでもいいです。はい、あと一番上の質問なんですけど、慶応の授業と海外の授業の違いを知りたいですっていうのがあるので、まあ小松さんと篠原さんに意見聞かせていただければ。小松さんからいいですか？はい、これ多分今里さんの昔のスライドで拝見した気がするんですけど、本当に教えてる人によります、うん、そうね、丸って感じです、うん、一般的にアメリカの授業の方が大変だよっていう人もいるんですけど、大学院に関してはそれこそ本当に人によります。まあ、ただ基礎研究系の学科と応用研究系の学科でちょっとした違いはあるかなっていうのはたまに感じて、例えばうちの物理学科とかだと1年生はもう必修で量子力学と熱力学と統計力学が取れみたいなカリキュラムが組まれていて、でそういう基礎系のやつはかなりがっつりがっつりやって、宿題がとても大変でみたいなことはあるみたいです。はい、ただ基本的には本当に人によります。うん、本当に人に、なんか、なんだろう、マイケル・サンデルとかNHK でやってるみたいなすごい授業なのかと言われれば、まあそれに近いような授業もあるけど、まあ、なんかおじいちゃんが話してる、黒板に向かって話してる授業みたいなのもあるかなっていうのが僕の印象で、でも結局、まあ、ちょっと違うかなと思うのは、さっき言ったみたいにすごい宿題が出たりするので、結局嫌がおうでも自分でやんなきゃいけない状況を作らされるっていうのが結構違うかなと思ってて、はいはい、あと特に大学院に関しては同級生のモチベーションが全然違うので、まあ、一緒にその授業に、その課題がすごい強い授業に取り組んでいるっていう、その横のつながりもできるのがいいところかなってちょっと思います。そうですね、はい、うん、あと違いはあえてあげるとしたら、少人数授業が割合としては多いかなという印象はあります。大学院だからかもなんですが、うんうん、で少人数だからこそ生徒が授業中に結構質問することとかコメントすることを求められる機会が多いかな、うん、あとプレゼンテーションとかどの授業でもやらされ、どの授業は言い過ぎかもですけど、うん、半分以上の授業で期末の試験の一環としてプレゼンテーション10分してねみたいなのが多い、うん、印象はあります。篠原さん、何かありますか？まあ、一番最後におっしゃってたやつが一番何ですか、しっくりくるというか、何、うん、ですかね、日本だと大教室で話を聞いて終わりっていうのが多いと思うんですけど、うん、ああいう感じじゃなくて、なんかセミナールームみたい なんかどれぐらい20人弱ぐらいのところで、それは何でそういうことをやるんだみたいな風に、何ですか、よく話すのが多かったように思います。うん、まあ、それが違いですかね。そうですね、まあ、結局大学院の授業っていうのもあると思いますけど、やっぱり小さい授業でディスカッションしたりとかっていうのも多分多いかなっていう印象ですね。はい、千葉君、なんか質問ある？今から行くにあたって授業についてとか。そうでしょ、交換留学中に、なんかライス大学が大学院1年生と学部4年の授業の境目があんまりなかったんで、うん、受けてはいたんですけど、こう授業の課題をやりつつのこう研究の時間の確保っていうのはできましたか、うん、こう1年目の時に。そうですね、それが多分一番のネックかな。そのアメリカでいいところはそこでやらされて基礎がもう一度鍛えられるっていう部分はあるんだけど、やっぱりそれに時間が取られちゃうっていうのが一つ、まあ、デメリットとしてあるかなっていうふうなのがあって、僕の場合は、サマースクールでその一つ前、入学する1ヶ月前から行って英語の授業をさせてくれたんですね。でその時からもう研究室に訪問したりして、ある程度実験を自分で回せるようにしてから授業に入ったので、もうなんとなく宿題と実験はもう分けて、そのなんか新しいことを学ぶのは授業の方に振って、実験はそれまでに一応教えていただいたところだけができるようにっていう風な意味で両立できるようにしてました。まあ、それがでもできるかどうかは、ね、状況にもよると思うんで。でも逆に日本人は4月に終わってるって、3月に卒業してるっていう部分があるので、少し早めに行って顔出しとくっていうのが少し
いいかなっていうふうな個人的な意見です。小松さんある？なんか、あ、そうですね、ま、ただ1年目の1学期目に関しては多分みんな授業を主で研究室を探しててっていうのはみんな一緒の条件だと思うので、そこまで研究の成果を求められた記憶はないです、1年目に関して。うん、それはそうだね、うん、授業、先生たちも授業大変なのは分かってるから、そこまでなんか研究してないんでお前はもうクビだみたいなことはないと思うんで、うん、うん、そこは私が、あ、すいません、言うよ。で、なんか私が何したかっていうと、なのでそれを逆手にとって、あの1年目のうちに大変だけど取らなきゃいけない授業を全部終わらせて、で1年もいると友達とか先輩からこの授業は重めでこの授業は比較的課題は少ないとかっていうのが分かってくるので、うん、1年目に重いのを終わらせて2年目から研究しなきゃいけなくなった時はあんまり重い授業を取らなくていいようにっていうのはしてます。そうだね、それもいいね。あと長めにその3単位まで取れるけど2単位だけ取っておいて研究もやっといて、それを長めに2年間やるっていう場合もあるし、逆にやれるだけ前半に固めてもう授業をさっさと終わらせてあとの4年間ずっと研究するっていうのもあるし、それは自分に合わせて多分できると思うんで、こんな感じで。もう一つぐらい拾いますか。何がいいか。あ、今なんか一番新しく来たのが、あの学部で出願して落ちた大学に修士後再び大学に出すことはできますか。はい、できます。余裕でできます。まあ、何も関係ないです。あとはなんかこれ、交換留学をすることで帰国後に遅れを取ることがありますか。なんかそんな変わんないんじゃないですかね。小松さんと篠原さんか。千葉君どうでした。交換、そうですね、研究室によって慶応での卒業研究っていう意味で言うと、あの交換留学して帰ってくるのが大体5月とか6月とかだと思うんですけど、あの慶応の研究室があの始まるのが、あの研究室によっては3月からがっつり研究始めてるところもあれば、あの僕の場合は5月ぐらいから始めだったんで、あの研究室によってその周りに遅れを取るかどうかは変わると思います。なのであの交換留学出す前にあの自分の行こうと思ってる研究室候補の教授にあの直接話をしていくのがいいかなと思います。今先生によりそうですね、うん、交換留学で留年するのはどう思いますか。でもいいんじゃないですか。いや、交換留学で留年するのはあの経済的に可能なのであればそれですよ、全く問題ないと思います。実家が太いっていうのは最強なあれですかね。あのカードが実家が太いっていうのは強いんですよ。っていうのはなんか王子とかもいたんで、やっぱそうするとやっぱりなんかね、もうスタートライン違うっていうのはやっぱり日々感じるんですけど、そんなこと考えてもしょうがないんで、余裕があるならいいんじゃないですかって。はい。あと簡単なので言うと、同じ推薦状を使っていいのかっていうのは、まあそれは使っていいと思います。自分の指導教官が1回しか使えないとなったら多分無理なので、あとは、何ですかね。文系の話は、まあ海外だと文系理系の差がそんなにないので、まあ、そこまである、程度は適用できるかなと思うんですけど、まあその資金の回り方っていう部分で違うところもあると思うので、その辺はしっかり見ていった方がいいと思います。あと、まあ、東大の方で文系の話をされてる方がいたので、そっちもチェックしてみてください。他なんかありますか？質問、答えたいものとかあれば。あの、なんだこれ。あの、研究成果が絞れていないため、うん、博士や博士なんか修士に進学し、出願しようと考えても、ただ PhD を取るわけでもないにもかかわらず、修士の 2年の9月からあと半年で修士が取れるということで、かなり修士を入学する年齢が考える部分があると思います。どうしますかって。今、修士1年で、なんですか、アメリカの修士に行くのはどう思いますかっていうことだと思うんですけど、でも個人的にはそれ卒業した方がいいんじゃないかって思います。とりあえず。うん、はい。まあでも、
そうですね、まあ、早期終了もできるんじゃないかなと思うんですけど、それで修士取ってから別にアメリカの PhD 出しちゃってもいいと思うし、うん、これ個人的にはですよ、またリスクと投資の観点から見ると、あと1年で終えられるのか分かってないのも やった方がいいですよ、うん、とか思いますよ、半年とかで。そうですね、うん、結構何回も変えて卒業ばっかり遅くなって、なんかなんですか、帰ってその後なんかやりたいことがあったからとは言って、こうなんか結局うまくいきづらくなってるっていう人もまあ中にはいるんで、うん、やっぱりあと研究室2回変えたりするのはやっぱちょっと厳しいですよ、うん、逆にまあその1年で終わるっていうのもあるけど、2回チャレンジできるっていうのもあるん で、うん、で今年もだからチャレンジしてみて、まあ、PhD で入れればお金も出るんだし、それで行っちゃえばいいと思うし、まあ、研究テーマが絞れていないから修士でっていうふうに言ってると思うんですけど、まあ、結局研究テーマって絞れないと思うんですよね、あんまり。っていうか行くまで分かんないと思うので結局。なので、まあ、自分のやりたいことを普通に大体っていうか方向性だけ決めて PhD に受けてしまった方がいいのではないかなって僕は思うんですけど、修士、うん、なんかお金払ってまで修士に行く、修士を辞めてお金払って修士に行くっていうのは少し、うんうん、話としては不思議な感じがするかなっていうふうに思います。あとはなんだ、交換留学って留年するんですか？留年それはものによると思います。はい、そうです。あと、学科によりますし、学校にもよります。多分、理工系の場合、一番ネックになってくるのは、学部3年生において発生する実験だと思うんですけど、その実験が必修なので、それ取れないと留年ねって言ってくる学科や学校があります。なので、そこは、もし今学問でまだ学科選んでない人は、そういうところを 学科決めするときに気をつけてみるといいと思います。学科の指導教授に僕実験科目の読み会で相談に行って、その時に相談した結果、1科目だけだと交換留学先での1科目が KO での実験科目に満たなかったんで、2科目合わせてこう時間の合計が合ってるから KO での実験科目に読み替えていいでしょっていうことで話をつけてもらいました。だからやっぱりできるところとできないところってやっぱりものによるんですよね。とりあえず聞いてみた方がいいかもしれないです、やりたいなら担当者その他に。そうですね。はい、じゃあ次いきますよ。今学部3年なんですけど、留学って間に合いますかね？間に合うんじゃないですかって。間に合うと思います。はい、余裕だと思います。はい、はいはい、あとはなんだこれ、なんかちょっとあれ、今なんかあれなんだ、博士を卒業すると30歳ぐらいになるので、日本で社会人になると留学するかどうかに大きな決断だと思いますが、この2択でどのような葛藤がありましたか、教えて、あったら教えてください。これもう僕は個人的になかったんですけど、日本で就活をしたらなんかものすごく変な目にあったっていうのがあるんで、ちょっとなんか、なんですか、とりあえずなんか日系を受けなきゃいいんですよ。日系企業とか受ける、日本にまず帰ってこなければいいんで、そもそも、他の国の博士は、なんですか、労働経験として見なされるんで、いいんですけど、で、日本の、その伝統的な日本のところを受けると、っていう顔をされるんですけど、いや、別にそれは、そういうところに行かなきゃいいだけなんじゃないかっていうのは、個人的に思います。やっぱり日本でそういうことを気にしないで取ってくれる場所もある。はい、ありますし、うん、今後もうちょっと変わっていくと思うんですけどね。とはいえコロナでどうなるか分かんないんですけど、まあ、コロナなら確かに、ね、リーマンショックの話もあったんですけど、まあ、多少影響はあると思うんですけど、まあ、僕たちの力ではどうにもできないところもあるので、まあ、準備はしてみて間に合わなかったら来年っていうのもあるし、逆に今年受験者が少なくてトップ校に受かれる可能性もあるんじゃないかなって思って。だからとりあえず出すっていうのが、うん、リーマンショックと違って、もしその研究室の予算とかが減る話でなければ、逆にスポットは開くんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。いや、なんか多分これ今気になるのはビザの方なんじゃないかっていう。うん、まあビザはでも僕たちどうしようもないじゃないですか。そう、完全にどうしようもないんですよ。もうだからどうしようもないんで、もう、何ですか。もう、何ですかね。
なんかコロナで阻まれてよかったかなって数年後に思えるようにどうにかしなんか行動した方が良さそうですよ、うん、はい。あとはなんだろうな、なんかいろいろあるんですけど、大人の分野の部分は、はい、どうぞどうぞ、どうぞどうぞ、いいですよ。ただ僕は順番に読んでただけなんで、はい。じゃあ、これなんですか、専攻と異なる分野にするのは難しいですか、社会系からアート系にしたり、文献、理系、うん。これね、わかんないんですけど、例えばよく聞くのが、理論物理系の学部から経済学の理論とかに移るのは大歓迎されるらしいです。もうだから本当にものによるとしか言えないんですよね。うん、ただそのだからやっぱり理由がはっきりしてないとどうかなっていうのは僕は思いますね。でそこをちゃんと正当化できるのであれば全然ありだと思う、うん、そこで嫌われることは全くないと思うんですけど、はい、うん、ただなんか突拍子もなく言われても、はい、なんでって思われちゃうことがあるかもしれないんで、そこは気をつけた方がいいと思います、うんうん、あとじゃあ1つ2つぐらいやって とりあえず一旦締めましょう、はい、それともずっとやりますか。いやなんかこれぶっちゃけ今から座談会にするって言ってもこのままやるんですよね、どうせ。じゃあこのままやっちゃいますか。もう分かんないですけど、あでもそうすると YouTube 見てる方が入ってこれないのがかわいそうかなと思うんですけど、うん、確かに1回締めた方がいいかもしれないですね。一回閉めて、でもそうすると分かれちゃうんですけど、いいですか。これ30何人からまた分かれちゃうんですけど、大丈夫ですかね。でも逆に38人と同時には喋れないと思うんで。確かにそれはありますね。ズームの部屋は出入り多分できると思うんで、僕たちがいる限り4つに分かれてやってみるのもいいかなと思います。はい。はい、同感です。じゃあとりあえず一回閉めます。これを閉めるんですか。僕が最後クローズのスライドがあるんですよ。これをやんなきゃいけないんですよ。シェアしてます。はい。はい。一応YouTube の方でも流していただいているということで、説明会のアンケートをよろしくお願いします。概要欄にもありますので、来年のために、そしてオンライン1回目ということでいろいろテクニカルプロブレムもあったので、その辺の関する意見もありましたらよろしくお願いします。で、留学情報はこのぐらいで、さっき言ったところがあるので、こちらも全部ちゃんと見てみて、やっぱりこの今話している4人も結局個人の経験を話しているだけなので、よく何回も出ているように研究室によるっていうのもあるし、人によるっていうのもたくさんあるので、いろんな情報を集めて自分なりに納得する結論を出すっていうのが一番大事かなと思うので、ぜひチェックしてみてください。そうですね、懇親会は、パスワード KO0712 でいきますんで、今チャットの方にもあげますので、チャットの方に誰かあげられる、俺あげられた、そちらからじゃあ行ってくれて、はい。あと今里さん、この来てる質問って後ほどでもこちらから返信できるんですよね、取り上げられたものに関しても。そうだね、じゃあテキストで返信も多分できると思うし、もしかしたら YouTube とかコメントとかでどっかで拾えたらいいかなと思いますので、皆さん大丈夫かな、これで Zoom で別の部屋で一人一人に分かれてやるので、直接話すこともできると思うので、それでやってみてください。パスワードは全部同じだけど、リンクは別々なので、聞きたいことがあるところに行ってもいいし、まあ、それぞれ動き回ってもらってお願いします。でいいかな、はい。ってことはあれですよね、基本的には30分くらいはズームを開けていて、そうだね、皆さんが移動できるように、はい、うん、まあ、最低30分ってことにしておいていいですか。ちょっと長いけど大丈夫です。まあなんか予定があれば大丈夫です、切ってもらっても。じゃあとりあえずここで一区切りということで、はい、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。